ふるさとの海について学びました。大村市の小学生が大村湾の環境改善に取り組む専門家と、豊かできれいな海にするために何ができるかを考えました。大村湾について学んだのは大村小学校の5年生です。大村小学校では3年前からふるさとの海を通して環境問題に関心を持ってもらおうと、大村湾周辺を見て回ったり、大村湾の生物や環境について学ぶ機会を設けています。今日は海の環境改善に取り組む NPO 法人の代表から大村湾の特性や現状などについて話を聞きました。2箇所しかありませんで、もう本当大半が池のように水が入れ替わらないのを閉鎖性と言いましたが、海水の出入りが少ないために赤潮や青潮が発生しやすく、大村湾に生息する貝や魚にも影響が出ています。魚が赤潮と青潮に入ったら死んでしまうってことが、かわいそうでした。空き缶かかな、スナックブクがかかな、魚のスカイヤンガがありますか。かつてのようにきれいで豊かな海を取り戻すにはどうしたらいいのか、実際の取り組みについても学びました。自分たちができることあるんですか。食べ残しをしない、出たものは全部食べる、ね、そしてゴミはちゃんとした処理をする、あったら拾う、そういうことが皆さんができることですかね。大村湾について言えばですね、出されたものを食べたりして海を少しでもきれいにしていきたいと思います。ゴミが一つでもなくなるようにみんなでゴミを拾ったりしてきれいな海になってほしいです。普段のちょっとした心がけがふるさとの海を守ることにつながると知った子どもたちは、早速できることを見つけて取り組んでいきたいと意気込んでいました。